導入してから初めてのオイル交換とエレメント交換に木山さんのところに来ました。大したとこがないんですよね。そう、そこしかないんですよ。だから僕もいつもあの落ち駅とかその辺に適当に引っ掛けるんですよ、その溝のとこへ。一応決まったとこあるんだろうね。でしょうね。ここから変えてくれたんですね。そうそう、こっからね。こっからね、うん、こっからこういうと、あのメーカーの刻印も何もないんだろう。はいはい、なるほど、はい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 、いけますでしょ。外が2個でしょ。はいはい、いけます、いけます、はい、はい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 、僕でもね土曜日今週空いてないですよ。香川遠征なんですよ。はい、金曜日は空いてるけど土曜日はあの現場香川ですよ、高松ですよ。はい、そう、朝から朝もう7時8時前に寝てね。はい、はいはいはい、あ、金曜日ね、今お色抜いてもらってるんですね。お色抜いて今フィルターを交換して、あ、エレメント、はい、隙間がないな、ほんと。ちょっと待ってみよう。ああ、一応いろいろやってあるけど、うん、あの僕が見た時に漏れとったから、ああそうか、なんか言うとったね、追加で、うん、部品を取り寄せもらって一応そこは変えてるから、ああ そ, うそこはまあ漏れてないですね。あ、でももともとこの車ってあの、はい、漏れて当たり前の車なので、じゃあ当然はやめといた方がいいですね。国産の品質を求めちゃいかんす。阪神高速の環状線とかで止まったら大変だもんな。まあ木山さん呼ぶけど来て。そうです。部品が、はいはい、ドレンボルトで、はい、この先に、はい、これ鉄粉なんですよ。もう鉄粉、鉄粉いっぱいついてますけど、ね、はい、この車ってあのエンジンオイルとミッションオイルが一緒なんですよ。らしいですね。金のなので、はい、どうしてもそういう粉が出て。こうつくんですよね。あ、これマグネットになってるから、あ、そういうシステムになってる。そう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 、設計がそうなったんね。そうです。本当暴れちゃう。はい、あのオイル交換ごとに変えればいいんですけど、なんか田尻さんつけてた。本当、うん、電話してもらいます。でこの缶自体がなんか漏れるらしいですよ。これそう、ほんで今ポリ袋入れたんですよ。品質なんですか。そうで、田地さんも、まあ、まあイギリスじゃけえないというのを、今日今回買えるのはこのオイルです。なんかミニ専用なんかな、これ。うーん、概要知らん、なんかクラシックって書いてある。で、絵がミニになってます、この絵がね。あ、それドレンマッシャー、はい、ドレンマッシャーかまして、そ
ですね。変えてます。硬いドレンキャップワッシャーをかまして締めてもらいました。なんか異常があるんですか？いや大丈夫です。20の50、はい、やっぱ硬いんやな。あんであんまり柔らかいの入れすぎたら、うん、漏れやすいらしいです、うん、そうですね。まあ漏れたらイオンがしたりしますね。ああなんか田口さんも言ってた。隙間が大きいので、はい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 、はい、硬いオイルを入れてやらないと漏れるんですね。漏れるというか音がするんですね。あそのクリアランスから、そうそう、クリアランスが、的なその隙間をオイルが埋めてるんだけど、はい、そういうオイルも、オイルとしてもそういう役目もしてるんですね。そう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 、潤滑油だけじゃなくて、そうですね、隙間が結局大きくなるということなので。これ谷さん在庫で持ってたんですか？在庫で持ったの、買わされましたよ。買わされたとか言ってこれ見たったら怒るな。うーん、高そうだな。5000円で買いました。うーん、これ5リッターぐらい、5リッターらしいです。でエレメントも、エレメントはタダでくれました。あ、そう、はい、どうしたん？いやいや、で昨日もなんかそういう話しとったら、見に行ってランニングコストかからんでいいですよねって僕がペロッと言ってしまったら、それはわしのおかげじゃ、言うて誰のおかげじゃ思うのあんた。で、ミニの師匠に言われました。何本入るかどうかは目で見るしかないんですね。本当は決まってるんでしょうけど、データないので、とりあえずある程度入れて目視でエンジン回してみて、あとゲージ見るんですか？ゲージ確認します。あ、なるほど。まあ、ミニばっかりやってるところだったらね、あ、知ってるんでしょうけど、とりあえずざっくりオイルを入れてもらって一回エンジンかけて、そうですね、もうそれぐらいでゲージに反映するんですね。あれぐらいのエンジン回しただけで、回すっていうのは、はい、フィルター買い取るもんで、フィルターが抜けるじゃないですか、フィルターのオイルが、はいはいはい、エンジンかけるとフィルターの中まで、あれぐらいでも回ってしまうんですね。回ります。色的にはさっきと同じ感じですか？いや、もう全然綺麗でしょ。あ、どん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 、ちょっと待って、あ、ちょっと緑にかかった、うん、そっちもほとんど色がわからないぐらい、あ、やっぱりギレなんですね、全然さっきよりは。わかる？あ、本当だ。わからんわ。わからんわ。わからん。透明に近いってことですか？そうだね、うん、ちょっと緑かかってるみたいな、うん、本当に量がわからんわ。この辺か、うん、ね、ということはまだ全然少ないってことね。あ、なるほど。2回目の注入、3度目の注入。手で持ちましょうか、今年度。はい、ほとんどです。お盆休んだんですか？いや、でもまあまあ仕事してましたよ。あ、本当、うん、事務処理したり、それこそ YouTube の編集したり。あ、そうなんですか？ YouTube 僕仕事として捉えてますちょっとまだ少ないな、本当。
プラス5000キロで。プラス5000キロで、はい。やってます。はい。使っておいてください。はい。やってもらいました。はい。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。